墨絵の化石産地は中華人民共和国の世界遺産の一つであり、カンブリア紀の生態系を考察する上で、カナダのバージェス結岩と並んで、世界的に重要な化石生物群、いわゆる墨絵動物群が産出した地域である。カンブリア紀の化石産地の中では最も古い部類に属し、多くの柔らかい組織が残された、保存状態の良好さも高く評価されている。また、 最古の脊椎動物であるミロクンミンギアをはじめ、保存された種の多様性にも特色がある。某天山の名を冠するマオティアンシャニアキリンドリカ、現在は貴州省など中国の他の地域でも見つかっている。ミロクンミンギアの復元図、墨エの化石産地は、雲南省多摩慶市墨エ市にある。その墨エ市は、雲南省との昆明市からは東南に60。 キロメートル離れているその、墨絵の冒険山周辺は、20世紀初頭には、化石生物の産地として、フランス人研究者、オノレ・ラントノはジャック・ドプラ、アンリ・マンシュイラが調査を行っていた。この調査で、軟体性の生物の化石が発見されており、カンブリア期のクンミンゲラの存在も報告されていたが、大きく注目されることはなかった。 いわゆる墨江動物群の産地として本格的な調査が始まるのは1984年以降のことである。この年の6月から某天山の調査に当たっていた古生物学者の講先、光が7月1日に未知の生物の軟体部を発見したのを契機に次々と新たな軟体部の化石を発見したのである。当初の調査に引き続いて1990年頃まで 断続的に調査が重ねられ、調査範囲も周辺の馬倉山、小見だり、田村付近などに拡大された。その成果が段階的に公表されたことで重要性が広く認知されるようになった。未知の生物群が発見されたことはもちろん重要だが、ハルキゲニアなどのすでに存在が知られていた生物についても口実するように重要な知見をもたらした。 1990年代に入ると、南京地質古生物研究所などによる組織的な調査も行われるようになり、1999年には、西北大学の助得官が、ミロクンミンギア族とハイコーイクチス族という二つの脊椎動物の化石を発見し、カンブリア期に脊椎動物はいなかったとする従来の認識を覆した。なお、この発見に関する論文は、 ネーチャーに掲載されたが、後にこうなどからは、廃校クチス族は、ミロ君ン,ンギア族と同一の族とすべきであるとの見解が示された。カンブリア期は膨大な臨の交渉が形成された時期でもあり、どのような関連性かは解明されていないが、当時の進化と臨産塩には何らかの関連性があると考えられている。墨絵の化石産地周辺も臨鉱石を産出し、 かつては、その採掘が行われていた。しかし、2008年までに、世界遺産登録範囲周辺の干渉地域では、かつて行われていた14カ所での臨採掘はすべて停止された。一帯は、公有地となっており、中国の国内法で保護されているほか、某天山周辺の地区は、雲南省、墨江国家地質公園という名称で、ジオパークにもなっている。 スミエのみで発見されているレアンコイリアイルケブロサ、スミエのみで発見されているフクシアンフやプロテンサボウ、天山から産出した西ム虫の一種一体の、先カンブリア時代からカンブリア期にかけての地層は、以下のように分かれる。まず最下層が、クハイワやリンカイドからなる量とムル類層で、この層から微小広骨核化石群が産出している。次がロバやシシキ類層で、 シルト岩からなる下層の石岩島武層と粘土岩層、シルト岩層などからなる上層の玉岩山部層とに分かれる。いわゆる墨江動物群は玉岩山部層から産出した。墨江動物群はカンブリア期の重要な化石群を含むバージェス、結岩よりもおよそ1000万年、内視1500万年ほど古い時期の生物たちであると考えられている。 バージェス結岩の場合、多くの生物は押しつぶされ、平面になっている化石から、立体像を復元する必要があった。しかし、墨絵動物群の場合、立体的な姿をとどめる化石も残っている。一体から発見されている生物は196種にも、及び分類可能なものだけで16問に分かれている。アコスミア・マオティアニア、ユンナノカリス・メギスタ、 コムビニバルブラチェングヤングエンシス、パラパレオメルスシネンシス、ファキベルミスユンナニクス、マーンシャニアクルスティケプスなど、21世紀初頭の時点でカンブリア紀の他の化石産地では確認されていない生物群も含まれている。これらのすべてが世界遺産登録地域から産出しているわけではなく、周辺の発掘地域で発見されたものも含まれているが、 これだけ多様な化石が一体から産出していることは世界遺産登録地域を位置づける上でも重要とされた。ハルキゲニアの従来の復元図が上下逆さまであったこともスミエで発見された良好な標本に触手が二列、残っていたことから明らかになった。またスミエで発見されたミクロディクティオンの化石はカンブリア期の地層から産出していた微小広骨格。 化石群の一つの正体を特定することにつながった。微小公骨格化石群には、リン酸塩でできた毛状の円盤が確認されていたが、それは、ミクロディクティオンの養生子のそれぞれの付け根近くについていた一種の片当てのようなものだったのである。さらに、脊椎動物の起源についても新たな発見があった。従来、最古の脊椎動物の化石は、オルドビスキのアランダスピスであり、 顎のない原始的な魚の出現は、カンブリア気候期からオルドビス期初期のいずれかの時期だったのではないかとも推測されていた。しかし、ヌタウナギなどと同じ無学類に属すると考えられる、原始的な魚であるミロクンミンギアが1999年に発見されたことにより、従来の見解は覆されたのである。中国当局は2005年に、スミエ動物群が、 初めて算出した某天山周辺から、その北東の馬安山地区、小緑、電軸までの面積およそ512ヘクタールの地域を、墨江のラーガーシテッテ保護地域の名で、世界遺産の暫定リストに登録した。2010年の時点で、人類出現以前の時代の化石産地を対象とする、世界遺産は12件登録されていた。しかし、それらは、 ミグアシャ国立公園、ジョギンズの化石の崖群、サンジョルジョ山、ドーセットと東デーボン海岸などカンブリア紀以外の時期のものばかりでカンブリア紀の化石産地はカナディアンロッキー山脈自然公園群しかなかった。その世界遺産にはバージェス欠岩が含まれており、いわゆるカンブリア爆発をめぐる議論への寄与度は極めて大きく象徴的存在ともなっている。しかし、 スミエはバージェス決岩よりも古い時期である上に196種も見つかっているスミエの化石の中でバージェスと重複するのは6種しかない。中国当局はそうした古さや多様性の点からスミエもバージェス決岩と同等の重要性は認められるものと判断した。また世界遺産になっていないカンブリア紀の化石産地にはオーストラリアカンガルー島のエミュベ スウェーデンのオルステン、グリーンランドのシリウスパセットなどがあり、中国国内にも奇襲症のガイルなどがあるが、それらは多様性ないし保存状態などの点で、スミエやバージェス決眼には及ばないものと、中国当局は見なした。そうした比較研究を踏まえ、中国当局はスミエの化石産地に顕著な普遍的価値が認められるものとして、2011年に正式に推薦した。 世界遺産委員会の諮問機関である IUCN は中国当局の推薦書と現地調査の結果をもとに世界遺産委員会への勧告書を作成した。IUCN は中国による比較研究を認めた上でレナ石中自然公園との比較も行った。レナ石中自然公園はカンブリア紀の岩石群が隆起した機関に特色のある自然公園であり、 当然、カンブリア期の化石生物も産出している。しかし、多様性の点ではやはり墨絵には及ばないとして、IUCN は、レナ石中自然公園との比較を踏まえても、墨絵の顕著な普遍的価値は揺らがないと判断し、世界遺産委員会に登録を勧告した。世界遺産委員会でも勧告がそのまま受け入れられたので、この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。基準の適用理由は、前述のように保存状態の良さと多様性の点で、結出していることが評価されたものである。世界遺産としての正式登録名は、チェンチョンフォシチルサイト、サイトフォーセリファーでチェンチョンである。また、ユネスコの世界遺産センターはそれらと別に、スミエカセキイシという中国語名を公表している。 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。ありがとうございます。